はい、本日はですね、こちらに置いてあるナンガのダウンジャケットを比較していきたいなというふうに思います。ということでね、ナンガっていう羽毛布団のね、会社があるんですよ。そっから出てるダウンジャケットを比較するんですね。で、パッて見たらね、いえ、どっちも一緒やないかと、何を比較すんねんって感じだと思うんですけども、つい先日僕、ナンガってここのね、ショップで購入してきたダウンジャケットがここにあるんですよ。だからまだタグついてますよね。これがあって、これ去年に購入したやつなんですけど、実はこっちのベージュの方はちょっとエントリーモデルというか、まだ比較的買いやすいバージョン。でさらに上位モデルがこっちなんですよ。でこの何がちゃうのと、で先にねパッて値段だけ言っとくとね、こっちのベージュの方が44,000、おおいい値段してるね、そこそこいい値段してるねって感じだと思うんですけど、こっちのねグリーンの方はね、グリーンっていうか、まあちょっと暗めのカーキみたいな方はね、7万円ちょっとぐらいするんですよ。だから 1.5倍、 1.8 倍ぐらい、約2倍ぐらいするってことで、まあまあ値段は高いんですけど、それ何がちゃうのと、どうやって値段変わってますのというところをね、実物を見ながら、あこういうとこ違いますよね、あこういうとこがこうですよね、そうやったらこっちで良くないですか、いやこっちの方がいいですよね、なんていう話をね今からしていきたいなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、こちらのナンガのエントリーモデルのダウンジャケットと、まあ、上位モデルのダウンジャケットの、まあ、値段であったり、それ以外に暖かさ、どっちの方が暖かいんとか、これ人によって違うことないとかっていう話をしたりとか、あと天候、どういう天候でも着れるんかとか、あとそれ以外に重さとかね、機能面、こう街中で使う時とかに実はこれ使えるんですよとかね、でもこっちにはこれないんですよとかいう話をねしていって、おしまいにしていきたいなと思います。でちなみに言っとくと、今この2つだけじゃないですか、さらにねもう1個上もあるんですよ。だからもうほんまそれは劇場版みたいな感じでね、普通の通常バージョンのドラマとかではないんやけども、劇場バージョンだけ出てくる特別のゲスト出演みたいな感じのやつが、このジャケットがもう一個あるんですよ。でそれがね、ここにあるホワイトレーベルってやつで、これ胸のとこにもね、ナンガって入ってあるんですけど、この劇場バージョンも後でお送りしますわ。これちょっと一旦忘れましょう。置いときますね。まずはこの通常回でお送りする、この二つをね、比較していきたいなと思います。一応最初に言っときますけど、まあこれエントリーモデルと言いながらでもですよ、まあこれだけ十分やという人も全然いらっしゃるんですよ。で、これがね、オーロラダウンジャケットかな、まあ、そんな感じの名前で、この奥がオーロラライトっていうんですね。ライトって軽量とかちょっと簡易的っていう意味ちゃうのと思ったら、なんかライトの方が上なんですよ。これどないなってんねんって思うんですけども、まあそれはちょっといいとして、ここのね、まず値段からいきましょう。値段がね、最初も言った通り、こっちのベージュの方は、確かにシンプルな作りしてるから44,000円なんかななんて思ったりするんですけども、これがナンガのね王道のジャケットですわ。でもう上位モデルっていうのが、これ2020年から出たばっかりなんですよ。だからまだ出て1年2年しか経ってないんですけど、この胸のところにね、よう見たらナンガって暗い文字で入ってますわ。どこか行ったな、あたたたたた、これこれこれ、ほぼ見えへんのよと。こんだけ見えへんかったらウォーリーを探すぐらいわからんでって感じだと思う。まあ、むしろウォーリーを探すのが気づきやすいでっていうぐらい見えへんじゃないですか。まあ困難がありますということでね、これが7万と、正式価格が74,800円か、まあ約7万5000円ぐらいするというダウンジャケットですね。ではね、まずはタグをポチンって切っておきましょう。これでポチンって、そして実際着用していきましょうか。まずはこのオーロラダウンジャケット、もう要は簡易版の通常モデルの方からね。このベージュはね、去年買ったんですけど、ちょっと品のある感じのベージュでしょ。だからね、まあ偉そうに言ったらあかんけどね、まあ一応購入したんですけど、こんな感じですわ。まあ本当にシンプルなダウンジャケットかなと思います。実際着てみるとね、まあ綿もいっぱい入ってあるし、そんな貧相な感じは全くないんですけども、これが、オーロラダウンジャケットね、サイズは何倍だったかな、 L やったと思います。確かそうですね、ジャパンで L って書いてますので、こちら L サイズを購入してました。そして次のハイスペックの方は、実はこれ M なんですよ。サイズ一応先にお見せしておきますね。こちら M サイズって書いてるじゃないですか。でなんで M 買ったのというと、これなんかちょっと大きめの作りになってるんですよ。だから購入される時はね、ワンサイズ下の方がいいかもしれません。こっちはハイスペックモデルの方はね。はい、とまあこんな感じになっております。まあどっちにしてもね、まあ、まあ綿はいっぱいありますわ。で着た感じですよ。着た感じはやっぱこの身頃のとこ、体のこの身頃のとこの綿はやっぱ圧倒的にこっちの方が多いですね。なんかバルトロ着てる感覚というか、バルトロってノースレスにあるんですけどね、そんな感じの感覚すら覚えるぐらい綿の量多いなっていうような印象はあります。はい、ではね、次は物理的にどっちの方があったかいんですかと。お前の感覚はええから、物理的にあったかいのどっちなんやっていうことやと思うんですけどもね、まあ、まず値段から分かる通り、こっちの方がね、ベージュの方がちょっと暖かさは低くなってます。でこっち今着てるカーキの方がね、暖かさは上です。っていうのもこれ具体的な数値があるんですけども、まずね、綿の量自体がこのベージュの方はね 150g っていう明記されてるんです。 150g 入ってますよと。で対してこっちの
高いお高い方はね 180g だから 30g こっちの綿多いんですよ。あ、そらあったかいわなと。綿いっぱい入れてくれてんのね、あったかい。でもたった 30g なんですかというとね、次は綿の品質もね、こっちのカーキの方がいいやつなんですよ。で対してこっちのベージュの方はあんまり良くない品質というか、まあそれでもめちゃくちゃいいんですけども、さらにもっといいというか、まあ服とかファッションブランドで言うたらね、まあこっちがノースフェイスみたいな感じかな。ノースフェイスも十分いいじゃないですか。じゃなくてこっちに関してはもうワンランク上とかになってきて、ほんまに超一流ブランド、シャネルとかね、ディオールとかそういうぐらいのレベルにぐんと上がるっていうか。でそれがね、具体的な数値があるんですよ。それがまたダウンバイフィルパワーって言うんですけどね、そのフィルパワーっていうかレベルですわ。そのレベルがね、これ760レベルもあるんですよ。これ760レベルもあって 150g 入ってますわ。はいはいはい、76の105ねっていう感じだと思うんですけど、次じゃあこっち高スペックの方はね、860フィルパワーだから、フィルパワーだけで言うたらもう一個ワンランクガンと上に上がってくるんですよ。ではっきり言ってね、フィルパワーが上になればなるほど体感温度変わるかって言われたらそんな変わりません。自分で聞いてね、これ800フィルパワーかな、いやこれ700やなとか全然気づきません。ただ数値は分からんねんけども、暖かさはなんとなくやっぱ違うのは感じます。っていうのも特に、僕今ねロンティ1枚だけしか着てないんですけど、このロンティ1枚とかの上に着るとよりダウンの威力が発揮できるんでね、あんま重ね着しちゃうと、もう正直綿履いてたら何でもいいんですけど、こう重ね着せえへん方がね、なんやったら全裸で着たぐらいの方がね、保温力ってね増すんですよ、ダウンジャケットで。これ変な話でね、変態になればなるほど威力は上がってくるし、真面目になればなるほど威力が下がってくるというね、ダウンジャケットの まか不思議な話なんですけども、そういうことになってるので、まあ何が言いたいかというと、数値的に見ても圧倒的に数値が高いものをやってると。でその数値の高さっていうのはどれぐらいって言われると、クリリンとフリーザまではいきませんよ。そこまで離れてたらレベルならんけども、まあ大体こっちがフリーザ、 E4 をフリーザとして見るのであれば、まあスーパーサイヤ人になる前の悟空ですよね。そんなレベルだからちょっと語れへん、普通にやってたら語れへんっていう感じなんですけど、まあ、最終的にね、このオーロラライトジャケットが、スーパーサイヤ人になったバージョンっていうのがこちらの、オーロラライトホワイトレーベルってやつなんですね。これはもうスーパーサイヤ人になってます。だからこういうレベルですわ。順番的に言うと 1,2,3 の順番になっていきます。だからこっちに、ね、バーンと飛び越えていってフリーザちゃんもやられるってことなんですけど、このフリーザジャケットの方が普通に出てるモデルでは、圧倒的に数値は高いというところがね、分かっていただけるかなと思います。本日からこちらをフリーザジャケットと名付けたいなと思います。こんなもん思いつきで喋ってますのでね、その場その場でどうなっていいか分かりませんけども、そんな話をしておきました。で次は重さなんですよ。でダウンジャケットってね、着てて重さって結構大事じゃないですか。安いダウンジャケットほど綿いっぱい入れてくれてるのはいいんだけど、重たいんですよね。だからこう着てたらなんか重たいなって感じするんですけど、こういういいダウンジャケットって何しかね、こう軽いんですよ。で軽く作られてるから、こんな軽いのであったかいのと思ったら、しっかり自分の体の体温っていうのをこの綿の中に掘り込んでくれるので、保温力が上がるという仕組みなんですね。だからこのダウンから別にあったかい光線が出てるわけでも何でもないんやけども、自分の温度っていうのをねしっかり貯めてくれるというところで、まあ、値段が変わってるんですけども、重さの話でしたね。重さがどうなってんのということで、綿がねこっちのフリーザの方が多いって言ったじゃないですか。でサイヤ人前の悟空の方が軽い、綿あんま入ってないんですって言ったじゃないですか。やけど総合計のねグラム数でどっちの方が重たくなってんのっていうと、スーパーサイヤ人前の悟空なんですね。こっちの方が重くなってるってことで、なんでそんなことなってんのと、綿の量はフリーザの方が多いわけやんかってなったら、普通ジャケットもフリーザの方が重くなってくるよねっていうのが普通の理論じゃないですか。じゃなくてね、このフリーザに関してもね、この生地の表の生地の薄さっていうのを薄くしてるんですよ。だからこっちで使ってる海洋圏バージョンのねサイヤ人前のねジャケットはね、もうちょっと生地がなんていうの、分厚めになってるというか、もうちょっと、まあ、しっかりしてたりはしますし、でそれ以外にもね、余計な部分とか他のいろんな部分とかをより軽量に軽量にガーッと持ってきたのがこっちなんですよ。だから実は機能はねこっちの方があるんですよ。フリーザの方が機能もあるし綿も多いのに軽いという、まあ研究に研究されて作られたジャケットなんですね。だからまあ一応ねそれで比較になってきたかなとは思います。ただあとはね好みとかもあったりするので、暖かいのはもうこれはロジック的にいけば絶対的にこのフリーザの方が暖かいのはもう確定なんですよ。100% あったかいのはもう確定やねんけども、まあ、あとは好みとかね、その人のそのなんか寒さとか寒がりとかもあったりするから、まあ一概には言えないんですけども、僕のね体型にはねどっちかって言ったらこっちのオーロラジャケットの方がぴったりはまるんですよね。ちょっと着丈長めの細いっていう感じの方が体型的には合うんですよね。だから保温力はそんな高くないとしても、体にね余計な逃げる熱のところがないから、隙間がないからきっちりこうはまってる分暖かく感じるのは感じるんですけど、ま
あでもこっちのスペックの多さって言ったらすごいですよね。これまあパッて今見てもらったらね、まあ、ポケットが両脇にあるのと前のとこにもねポケットあるかなぐらいは分かるじゃないですか。ここのねポケットあるかなぐらいは分かるけど、あとはまあシンプルな、ほんまにもう何もないようなジャケットなんですけど、こっちのねオーロラライトの方はやっぱりいろいろとあるんですよ。でそれは何っていうと、この目の前のねジップあるでしょ、これはまあ開けるためのジップで分かるけど、この横途中で止まってるんですよ。これ何ですのと、あこれ間違えてこれ途中まで塗っちゃったんかなと思って、あ横横横ってこっちこっちってずらしたんかなと思ったら違うんですよ。これ何かっていうとね、パッて開けるじゃないですか。そしたらここねベンチレーションになってるんですよ。これベンチレーションって何ですかっていうと、要は風通したりとかして自分の体温を調整する、暑すぎたりしたらこれを開けることで熱を逃がしてあげるし、寒くなってきたらしっかり締めてあげると自分の体温をね守ってくれるっていうものなんですけど、えそれやったら別にこのメインの方開けたらよくないですかと、これ開けたら別に熱通りますよねっていうことなんですけど、なんかねどうやらねリュックとか背負ってた時にここを開けちゃうと肩がずれ落ちていくみたいなんですけど、ここだけ開けることによってそういうのがないような設計になってるとは言ってはりました。だからこれリュック背負うことを想定されているので、実は他にもねこの肩のところとかもう二重になってるんですよ。でね色では分からへんねんけども、これ二重になってて、ノースフェイスとかでもよくありますよね、こう切り替えのやつでね、ここの部分ね二重なってるってよくあるじゃないですか。あれとまあ全く一緒ですわ。このリュック背負うところにもね二重が使われてますよっていうのがあったりだとか、あとそれ以外にもね、なんかこんなよく分からへんこんなところにジップあるんですね。ポケットのジップとはちゃうんですよ。ポケットのジップももちろん止水ですよ。止水ジップ使ってるのは当然で、裏に着物のねフリースが使われてて、まあ、この辺は普通のオーロラジャケットと一緒なんですけども、このジップなんやろ、これポケット、これ分かる方教えてください。僕は全然分かりません。両方にありますけどね、なんかあの赤い紐があってこうピュッて開けると、これ何ですのと、ここはもしかしたらこれこの中にダウン収納できるのかな、分からへん。でもキークリップもありました、こんなとこに。だから鍵とか入れれるのかな、ここに。というところでね、まあ見てもらった感じ、こう機能結構モリモリでしょ。で男の人こういうの好きなんですよ。で使うか使わへんかはどっちでもいいんやけど、こういうのがある、こういうのがあるって言われたら、なんかかっこええなとかって思ってきて、こうなんか軍隊とかね、そんな感じのイメージが出てくるかなと思うんですけども、もう一回着用するとね、僕の体型からしたらオーロラライトは、あでもあったかいな、高いですね。あのぴったりはまってますね、サイズも。 L やとねちょっとね隙間あったからどうかなと思うんですけど、やっぱ M は M で、ね、ちょっと丈短いような気はするけどね、まあこんな感じになっておりますわ。 L やともうワンサイズボコッとしてる感じで、なんかこの袖足りひんのがね、いかにも日本のブランドって感じはするんですけど、ユニクロとかもね僕着たら袖足りひんからね、まあそんな感じなんですけども、まあ多分体型的にはこっちの方が合ってるんですよね、切れてるという感じなんですけども、はい、まあ、これが比較となっております。だからまあ値段的には3万円ぐらい違うかな、3万円ぐらい上乗せして、そういうベンチレーションつけたりとか、なんかここにねなんかポケットあったりとかしたし、まあ、そういうの欲しかったり、あとリュック背負うからっていうことでね、こう二重構造になってる方がいいとかっていう方であれば、多分このオーロラライトにした方がいいと思うんですけど、個人的にはですよ、個人的にはあんまりリュックとかどうでもいいから、それやったらもうこのオーロラジャケットか、もしくはもうワンランク上まで行った方がいいと思うんですよ。まあ、これは個人の考え方です。僕やったらもうこっちまで行っちゃう、オーロラライト、あのナンガのホワイトレベルまで行っちゃって、これはねすごいんですよ。何がすごいかって言ったらね、さっきの綿のレベル言いましたね、これが、760フィルパワーで、こっちが860フィルパワー、ああ言ってたよねってレベルの話ですよねって、ノースフェイスシャネルの話ですよねなんて言ってたと思うんですけど、このねオレンジのやつ、今年オレンジ出てないですよ、黄色とかしか出てないけども、オレンジ出てないんやけども、このホワイトレベルってやつはね900何十フィルパワーあるんですよ。何ぼやったかな、940ですわ。940フィルパワーってね、中に入ってる綿も一番多いんですよ。このオーロラジャケットが150でしょ、でオーロラライトが180入ってるんですね。こっちの綿多いし、いい綿入ってると。でさらにもう一個いい綿入ってるのがここで940フィルパワーやねんけど、グラム数も220グラム入ってるんですよ。だから150、180、220って一番これ綿入ってるんですよ。ほんでそれでもってね、このジャケット全部雨とかでも着れるし、もう防風防水でちゃんと作られてるから、どんな天候でも着れるんやけども、唯一この一番ハイスペックなやつにあるのは何って言ったら、ストレッチ性あるんですよ。だからこうちょっとね着かかった時にグッて伸びるんですよね。だから着心地もめちゃくちゃいいということで、これね日本のマーク入ってるけども、実際着てみると、まあ、これねあえてオレンジでド派手なやつにしてるんですけども、めちゃくちゃ軽い、そしてめっちゃあったかいで、街中でこう着る時とかに伸びるから着心地もいいということで、まあ値段もそれはしますよ、だいたい10万近くするかな、9万何本ぐらいするか、結構高いのは高いんですけど、僕が個人的におすすめするのはまずはオーロラジャケットね。でオーロラライトまで行くんやったら、もう3万円もアップさせるんやったら、もう1万払ってこっちにした方がね個人的にはいいんかなと思いますんで、ただこれはね北海道のお店でしかなかったりしてて、直接買うのはなかなか厳しいんですけど、まあオンラインでね正規店があるので、僕はそこで買ったんですけど、一応下に載せてますが、それやったらなんかサイズ交換も確かしてくれたと思うんで、僕はね下のサイト
トから購入します。サイズ何倍やったかな。あ、僕これは XL で購入します。 XL で裾とかギュッて絞って着用するというような感じでね。まあ L でもいけるとは思うんですけど、はい、こんな感じですね。でしかもね、このホワイトレベルっていうやつあるじゃないですか、北海道でしか売ってないやつ、これ9万もするくせに、するくせに言ったらあれやけど、すぐ売り切れるんですよね。だから12月ぐらいにはなくなってるから、もしね、あの探しはる方とかいらっしゃったらね、早めに購入された方がいいと思いますし、まあカラーがね、いろいろあるんですけど、その人気のカラーっていうのはね、もうすぐなくなっちゃうんで、まあ早めに見た方がいいんかなとは思いますが、まあ一応ね、今回の話はこの2つの比較ということやったんで、まあ3万円上げていろいろスペック入れていくんか、いや、もうスペックは必要ないですわっていう方はね、こっちのオーロラジャケットでいいかなと思うんですけども、そんなところでお話をさせていただきました。今、もしね、オーロラライトジャケット、こっちの M サイズ僕買ってるんですけど、L もね、着用してる様子っていうのが、この間の買い物動画ではありますので、それもね、また見ていただければ、L サイズだとこんな感じなんやなとか、ちょっと確かにダボっとしてるなとかっていうね、サイズ感見てもらえるかなと思いますので、この辺で終わりたいなと思います。ということで、本日はですね、ナンガのダウンジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。